ロリス化は、哺乳孔霊長目に分類されるとが、原木祭ではローレデーだったが、ローレセデーという学名が多く用いられるようになってしまった。2002年にアイクスンの強権により、引き続きローレセデーを使用することが認められた。キツネザルが足しために分類し、ガラゴカと共にロリス状化ローラソイレアを設ける説もある。以前はガラゴカに分類される種も含めており、 ガラゴ赤として分類されていた。アジアに分布する二族をローラサイニーカ、アフリカに分布する二族をペロディクティサニー赤に分類する説もある本家の系統関係に関しては、分子系統解析で本家が単系統群であることを強く支持する解析がなく2015年の時点では、定説がない。一例として2015年に発表された。 ドリス型下目86標本のミトコンドリア DNA の首都クロム B では、ガラゴカ、ローラサイニアカ、ペルオディクティサニアカが、それぞれ単系統群であることが強く支持された。一方で、アフリカに分布する二族が、ガラゴカに禁煙という解析結果が得られてしまい、本家が偽系統群という解析結果が得られた。この解析では、 分岐年代が3785万年前と古い解析結果が得られたことからペルオディクティサニーアカを独立したトガとすることも示唆している。ポトの足を独立種とする説もある。上記と同じく2015年に発表された本科のミトコンドリア DNA のシトクロム B の分子系統解析では分岐年代は500万年前以上であるとして、 東ポトピーベヌスミルンエドワードポトピー・エドワード C を分割する説が指示された。以下の分類、和名、英名は、日本モンキーセンター和名リストに従う。ありがとうございます。